今年からインスタグラムを始めた安倍首相だが、投稿画像が早速話題になっている。と言っても昭恵夫人による投稿だ。自身のアカウントを持っている昭恵夫人は、昨年もインスタグラムに半裸男のハレンチ写真を投稿して騒動になり、昨年末に当該投稿を削除したばかり。今回物議を醸しているのは、昭恵夫人が撮影したと思われる安倍首相の画像だ。昭恵夫人の今年最初の投稿は1月3日。昼はカレーうどんのキャプションとともに、雑煮らしきものに箸を伸ばす安倍首相の写真をアップしたのだが、憔悴しきったような安倍首相の表情と仕草に、ネット上は騒然となった。死んだ目で両肘ついて、X 箸の素顔をサクッと発信しちゃう暴君アッキー。この傍若無人の破壊力は凄まじい。箸が逆さになってる。エプロンがよだれかけに見える。目つきがおかしい。まるで公開処刑。夫人が正気なら悪意の表れですかね。昭恵って旦那を憎んでるな。とうとう散々な言われようだが、確かに夫のイメージアップにつながるとは思えない写真だ。8日には車の中で新聞を読むというキャプションの動画を投稿。うつろな表情で作り笑いもうまくできず、力なく目を落とす安倍首相の様子が映し出されている。さらに驚くのは、インスタグラムは公表したくないコメントを削除することができるのに、昭恵夫人は籠池夫婦を解放しろ、早くやめろ、お前が遊んでられるのもあとわずかだぞなどという安倍首相に対する批判コメントもそのまま残していることだ。投稿されている夫婦のツーショット写真を見ても、昭恵夫人が満面の笑みを見せ、安倍首相の表情は冴えないものが多い。一体どういうつもりで投稿しているのか。インスタグラムを利用した安倍首相への嫌がらせのようにも見えてしまう。さすがに嫌がらせということはないでしょうが、もう少し良い写真を投稿してもらえたら、総理のイメージアップや夫婦円満のアピールにつながる可能性もあるので、慎重に投稿していただきたいものです。盛りかけ問題では、昭恵夫人のフェイスブックも問題視されたのに無邪気に再開しているし、昭恵夫人は SNS のリスクや自身が置かれた立場をよく理解していないのかもしれません。官邸関係者、嫌がらせの意図はないにしても、ファーストレディーに向いていないことだけは確かだ。